るかしら。あら、あら可愛らしいわね。私が選んだの、ななこさんの分まで。お揃いのパジャマ、来週の家庭科の時間に作るのよ。ななこさん、みそのななこさん、いつも話してるじゃない。ああ、ええ、はじめまして。あの、私クラスメイトのしのぶまりこです。日曜日急にお伺いして申し訳ありません。どうしてもななこさんにお見せしたいものがありまして。しのぶまりこさん。はい。申し訳ありませんわね。実はななこ出かけてますのよ。有倉さん、有倉智子さんと映画を見るんだと言って。そうですか。しのぶまりこさんに。ったくもう、ななこはモテるんだから。なことないけどな。誰でもななこを独り占めしたがる。あの人、ん？まりこさん、私ちょっと怖い。やだな、1時間目からテストなんて悪魔だよね、あの先生。くれぐれも眠らないようにね、テスト中。目は冴えてるんだけど頭がね。やだ。どういうこと？どういうことよ。言ったじゃない、みそのさんはもう今までのみそのさんじゃないって。わからない人ね。わかったのよ、それが。七子は七子、何があっても今までの七子と変わりないってことが。あなたが何を言おうと何をでっち上げようと勝手。でも私わかってるの、小さい時からの七子。ごめん、あっさせ。どうやったのよ、どうやってまた仲良くなったのよ、みそのおさんと。言いなさいよ。痛い、離して。渡さないんだから、あんたなんかに。ななこさん渡さないからね。おいおい、そこ何やってんの。もうチャイムでしょ。1時間目は原告ね。起立。我が足音に驚かされて帰り見たるを思て、世に詩人の筆なければこれを写すべくもあらず、この青く清らにて。後でね、大事なお話があるの。え？半ば露を宿せる長きまつげに覆われたるは何故に。お誕生日？ええ、今度の土曜日なの。それでちょっとしたパーティーをするつもりなんだけど、あの、ぜひあなたにも来てもらいたくって。あの、嫌ならいいの、無理には誘いたくないから。そうなの、そう、ポルノ作家の娘の誕生会なんかに好き
好んで来る人なんていないわよね。そんなこと考えたことないわよ。じゃあ来てくれるの？ええ本当に来てくれるのね。きっとよ、約束よ、絶対よ。はあ、嬉しい。ママに言わなきゃ。土曜日の6時ホテルロワイヤルでね。苦しい。そこのバラの間を借り切ってるの。バラの間。ミサノさん、ありがとう。嬉しい。大した神経だわ。何が何でもソロリティに居座るつもりね。ねえ、ミサキさん、そろそろ次のって考えた方がいいんじゃなくて？考えてるわ。ミサキアヤさん、すぐにソロリティハウスまでいらして。はい。宮様がお呼びです。はい。ここがソロリティハウス。あの子さえいなければ私も。お呼び立てしてごめんなさいね。いいえ、そんなこと。いかがですか、ソロリティハウスのご感想は。素敵です。華やかで美しくて、私中等部の頃からこのお部屋に憧れてたんです、ずっと。ご存知かしら、ソロリティメンバーズに欠員が出た場合、1年生の中から改めて新メンバーを迎えることもあるのですよ。本当ですか？じゃあ私にもまだチャンスが。いいえ、あなたが選ばれる可能性はありません。少なくとも今のところは。なぜですか？ご自分の心に聞いてごらんなさい。一つだけ忠告しておきます。自らの手で自分を陥れるような真似はおやめなさい。さもなければあなたはソロリティに加わる可能性を全く失うだけでなく、全ソロリティメンバーを敵に回すことになるのですよ。お約束忘れないでね。おお、お友達の誕生会か。ほら、この間お父様に買っていただいたあのワンピースを着ていけば。どうかしたの？ううん、何でも。プレゼント何しようか考えてたの。七子らしいものを選べばいいよ。私らしいもの？切れちゃうよね、七子のお人よしにも。しのぶさんみたいな人の誕生会に行くってだけでも驚きなのに、その上手作りのクッキーだって。そう言いつつ、こうやって手伝ってくれてるとも子もかなりお人よしだと思いますけど。何言ってんのよ。本当は私、この中にさ、塩とかタバスコとかバンバン入れてやりたい気分なんだから。私には何くれるの？え？私のお誕生日によ。あれ？
いつだっけ。てめえ。すごい、こんなところでお誕生会だなんて。一体どんな人たちが集まるんだろう。あの、すみません、バラの間に。御園様でいらっしゃいますか。あ、はい。忍様がお待ちでございます。どうぞこちらへ。本日は お招きいただきまして、みそのさん、やっぱり来てくれたのね。あのお誕生日おめでとう。本日はそんなのいいから、さあ早くこっちに来て、ママを紹介するわ。忍さん、綺麗。今日は一段とすごいわ。はじめまして、マリコがいつもお世話になっております。あ、はじめまして、みそのおななこです。いつもマリコから聞いております。仲良くしていただいてるそうで、本当に喜んでおりますのよ。いえ、そんな。こちらこそ。本当に今後ともマリコをよろしく。もういつまでやってんのよ。挨拶なんか抜きにしてお食事始めましょう。ママったら。マリコ、ろうそく消したら。あ、そうね。わあ、16本もいっぺんに吹き消せるかしら。頑張ってマリコ。頑張ってマリコさん。よし、行くわよ。さあ遠慮なく召し上がって。キャビアはお好き？ワインはいかが？あの、他のお客様はまだ？あら、お客様はあなた一人よ。え？聞こえなかった？ご招待したのはあなた一人よ。私一人？こんなすごいホテルの昼間を借り切って、私一人。去年までは毎年ママと二人きりだったわ。招待したって誰も来やしないんだから。お父様ですら仕事場にこもりっきりでね。マリコよしなさい。いいじゃないの、本当のことなんだから。マリコさん、マリコさん、これ全然大したものじゃないけど。私に？本当？開けてもいい？もちろん。わあ、見て、ママクッキーよ。ねえ、これ手作りでしょ？ありがとう、ありがとう、みそのおさん。ママ見て見て。本当、とっても美味しそう。よかったわね。わあ、綺麗にできてる。お上手ね、みそのおさん。知らなかった、マリコさんのこと。
何も知らなかった。私きっと来てよかったんだ。本当にあの、今日はありがとうございました。すっかりごちそうになってしまって、その上あの、わざわざうちまで送っていただくなんてすみません。いいえ、七子さんのおかげでとっても楽しいお誕生日になりました。こちらこそ本当にありがとう。ねえ、まだ時間ある？え、私の家この近くなの。せっかくだからご案内したいわ。でも突然お邪魔したらご迷惑でしょうし。そんなことないわよね、ママ。ええ、大したおもてなしはできませんが、みそのおさんのご都合さえよろしかったらぜひ。ねえ、ねえ、お願い。じゃあちょっとだけ。わあ、進路変更よ、うちまでお願い。上手ね。あ、コーヒー。ブランデーがあるからロワイヤルにする？カフェオレにしてもいいわよ。あ、私普通のでいい。そう？遠慮なんかしないでよ。あのね、マリコさん、私これからも時々遊びに来ていいかしら？パイなんか焼いて。それは同情？だったらお断りよ。私は今の状態に十分満足してるわ。おあいにく様。ごめん。本当はね、私あなたのそういう優しいところとても好きよ。本当よ。だからね、いつでも遊びに来てちょうだい。ええ。ね、一緒にお風呂に入らない？お風呂？よくやるんでしょ？お友達と一緒にお風呂に入ったりって。トモコさんとは一緒に入ったんでしょ？うん。嘘に決まってる。すごいのね、あなたの背中。え？ほくろ一つないわ。真っ白で綺麗で。そんなに見ないで。だって私綺麗なものは何でも好きなんだもの。もちろん自分の体も好き。こうやってね、何時間もじーっと鏡の中の自分に見惚れることがよくあるわ。そう、気が遠くなるくらいにね。そして思うの、早く大人になりたいって。あ、早く大人になりたい。本当にマリコさんは私よりもずっと胸が大きくて、花咲く日が待ちきれないバラのつぼみみたいで。もうこんな。マリコさん、私もう帰らないと。ダメ、今日は泊まってって。え、雨だって降ってるしね。いいじゃない、トモコさん家に泊まったことあるんでしょ。お友達同士でそういうことするんでしょ。でも今日はそんなつもりじゃなかったから。突然外泊するとパパやママがきっと心配する。大丈夫よ、お家には私から電話してあげるわ。だからね、お願い。ねえ、今度ママの許可もらって泊まりに来るわ。だからダメダメ、帰っちゃダメ。そんな、お願いマリコさん。ダメ、返さない。待って。返さないわよ、絶対。本気よ、帰ったら殺してやるから。
あなた殺して私も死んでやるんだから。お願い、ふざけないで。どうしてダメ。こっちに来ないで。何してるの。来ちゃダメ。何やってるの。そこどきなさい。来ちゃダメって言ってるじゃない。マリコマリコ、一体どうしたっていうの。ママには関係ないことよ。待って、ねえ、帰らないで。帰っちゃダメ。待って。何もかもがわからないまま、頭の中が真っ白になって、私は走り続けました。お兄様、雨が冷たい。突然カオルが胸を押さえて倒れた。ナナコは薬をもらうために懸命にレイの姿を探した。だがレイはなぜか冷たい笑みを浮かべるだけ。ナナコは泣きながら思わずレイの頬を叩く。次回、発病、砕かれた心。お兄様、涙が止まりません。